いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、赤木乳業より2020年5月19日にファミリーマート限定、数量限定で発売されたふわもり氷ホイップ&ストロベリー。本体価格184円、税込み198円。こちらご紹介したいと思います。ふんわりストロベリーミルク味かき氷の中にいちご果肉ソースを入れ、その上にホイップをトッピングしました。専門店のようなふんわりかき氷を再現しましたという商品です。こちらは全国での発売となっております。さあ、このふわもり氷ホイップ&ストロベリー、さあこちらラクトアイスとなっております。内容量は 155ml。 さあ、無脂肪固定分が 3.8%、 乳脂肪分が 0.1%、 そして植物性脂肪分が 4.7% というふうになっております。こちらアレルゲンは乳成分大豆ゼラチンとなっております。製造所は東日産ですね。いちご果肉果汁、いちご果汁果肉は 6% となっています。1個あたりカロリーは 182kcal、 炭水化物は 28.3g となっております。ホイップ、そしてストロベリーミルク味かき氷、そして中にいちご果肉ソースが入っております。開けていきたいと思います。さあ、こうなっております。いただきます。こうふわっとしてるよね。中のソースのグサ、見えてきました。この合うね、またね。それ当たり前だよね、いちごと、ちゃんとソースも入ってね、果肉が入ってる。さあ、そしてこれね、こうやって合わせてみましょう。混ぜたらまた違うのかな。いただきます。あ、不思議な食感がする、混ぜた方がいいかもしれない。これますますなんかふわっとなって美味しい。このバランスもいいし、美味しい。さらにね、ちょっとこれかき混ぜて食べると、美味しいですね。さらに美味しい。そのまま食べても美味しいし、こうやってかき混ぜても美味しい。どっちの食べ方でもお好きにどうぞみたいな、こういうスタンスだと思うね。いいね、食べ方が2通りあって、これはね、いいね。こういうのいいよね。ホイップとストロベリーかき氷とこうソース、そしてこのふわっとしてるのもまたいい。まあ食べ方は人それぞれでいいんです。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、画面動画も見てくれればまた喜びます。ぜひファミリーマート限定、数量限定のふわもり氷、食べてみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。